まん。こんばんは。こんばんは。みりんが10時15分をお知らせします。10時15分です。お疲れ様です。こんばんは。今日も寒いですね。寒い一日でしたね。こんばんは。寒い一日だったね。そう、一気にね、寒くなりましたね。そろそろお風呂にのんびり浸かるのが心地よい温度になってきましたね。ねえ、心地よい温度にねなってきましたね。広島も寒いですか？寒いです。寒いよ。皆さんのところも寒いですか？沖縄とかは暑いのかな。どうなんだろう。ておりまする。そうだよね、大体そうだよね。あ、沖縄も少しひんやりです。まあそれはそうか。うーん、入りたいけどぼーっともしたいけどっていう感じですね。うん、
ぼーっとも大切ですね。あ、明日フラゲ日ですね。たくさん受け取ってくださいませませ。あとお話し会の再販がまた今日の18時からあるみたいで、今回はもう11月30日の受付はないのと、あとは11月のサイン会の受付が今回が最後らしいです。うん、なのでぜひゲットしてくださいね。まあしてもいいし、しなくてもいいしさんの、もしね、あ、再販あるならって思う方はぜひ再販がありますよって感じです。あとは12月の分が少しまた皆さんが掲載しなかった分とかがあるので、ぜひもう眠たいですもう眠たいです。なのでお風呂に入りたいと思います。寒いですね。ちょっと15分そろそろ経つので壇上言いますね。13位ヒラピーさんありがとうございます。12位メキネコファミリーさんありがとうございます。11位ノリエクスさんありがとうございます。10位ナットさんありがとうございます。今日入れます元気さん、チソサルユミコーヤシアイチありがとうございます。8位カメサニーさんありがとうございます。7位ヤスベイさんありがとうございます。6位フォロさんありがとうございます。5位スランプくんさんありがとうございます。4位クマイパパさんありがとうございます。3位ヒロさんありがとうございます。2位ソケンさんありがとうございます。1位サンタクロースさん今日も顔見れたか寝れるありがとうございます。ありがとうございます。した今28分なんでもうそろそろですかね。15分の表示が出たら
様ゆっくり寝てくださいね。ゆっくり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 してください。最近こっちの目が二重の調子が悪い感じがします。明日には治りますように。15分ってあっという間ですね。すごくあっという間。15分を4回繰り返したら1時間経つんですね。びっくり。びっくりだ。びっくり。びっくりびっくり。ねえ。明日ぐらいにインスタが更新できたらいいなと思ってます。お、15分経過しました。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張りよみり。それではおやすみなさい。バイバイ。お疲れです。